Everybody, I'm Tsuda51. 皆さんこんにちは、Tsuda51です。さあ、いよいよですね、今日 Nintendo Switch にシルバー次元 The Silver 2425がですね登場します。遊ぶことができます。いや、やっぱりですね、やっぱり Nintendo Switch ですよ。もうね、ハンドヘルで皆さんぜひシルバー次元の世界堪能してください。このゲームはグラスホッパーのヤクチャーのデビュー作のシルバー次元と、それから昔のモバイルで作った、日本でいうとガラケーなんですけども、シルバー25区というこの2つのゲームが、しかもそのシルバー事件25区はですね、ニンサさんのおかげでなんと、リマスターすることができました。まさにリメイクですね。完全リメイクすることができました。それをですね、ついに人間のスイッチで遊ぶ日が来ることができたということですね。この2つのゲームが1つで遊べる、非常に、本当グラスホッパーの歴史を堪能してもらえるゲームになるんじゃないかなと思います。でこの後にはですね、グラスホッパーの新作タイトルも Nintendo Switch で控えてます。タイトルは言っちゃいけないのかな、わかんないんですけども、あのゲームですよ、あのゲームの3も来ますので、その前にまず皆さん、シルバー事件、ザ・シルバー24にも遊んでください。では皆さん、さよなら、また会いましょう。GamesPlay.org